がどれだけ大きいものかっていうのをよく知ってたんですね。それでもあの日本側はやはり水際でそれを阻止しなければならないという命令で、なんとかこうゴーっていうさっきのシェルターを掘って、あの戦争を長引かせて、はい、あのアメリカの侵攻をなるべく抑えたかった。アメリカ側としても日本を攻めるためにあの飛行機飛ばすにもここが起点になったわけです。だからなんとか取りたかったっていう戦いだったんですね。ここはだから結構な激戦地になったらしいです。自衛隊とかあの火事場建設はここの元の土地の保有者から借りてる状態なので、はい、なのであの普通のあっち側の道とかでは舗装されてなかったりしてます。あれだ、うちわの後ろの画像です。